このボスってなんかそんな難しかったかな。なんかこのゲームで悩んだことの記憶がないんだけど、あの図書館で悩んだことあったけど、図書館のとこどうやって、うわーこいつ強すぎる。何が弱点なんだよお前。やだ強すぎる。今度ちゃんと、あ、これ分かったわ、ワンとツーの違いが分かった。あの超似てるけど、超似てるけど全然ステージ構成違うわ。ちょっとやるか、もうちょっとこの面クリアくらいまでやるか。はい、似てないよあれは。お、避けられた。あ、いや、体力続きだった。ヌメヌメした。爆発。カラスはこっちの方がいいのか。このゲームね、弾が無限だったらもっと良かったんだけど、なんか弾が無制限じゃないのかな。めんどくさい。そこは無制限でよくねっていう。意味がわかんねえこれ。スプラッターハウスみたいな。あら、落ちた。はい、移動しちゃうからタイミング合わせるってこと。なんでこれなんか変なゲロ吐いてるのです。早く。よし。いやー、わけわかんないゲームだな、ほんと。面白くないけど、すげえ好きなゲームだわ。たまらねえ。サタン版とかすげえいいよね。おお。よく動くなぁ。ほほほほ。ね、わかんねえわ。この画面かな、この画面かな。もしかしたら撮っとくべきは。また見せられてもさ。あ、もしかして、あ、そうか、移動か。はいはいはい、綺麗だな本当。この背景の動かし方でこれ全てを表現する感じでたまんねえ。この曲がなぜこの宇宙の感じにこの曲っていう。何なのこの感じ。危ない、危ない。いろんな要素のゲームが入ってるから。これ何個集まりゃいいの。ところ、あ、違う、敵に追いつきゃいいのか。確かなんかすげえ速くなるアイテムとかあったよね。こっと、ふいふい。あ、バリアを使っちゃった。こうやって。待て、これ。どうすれば追いつくの？これ、ブースト使ってはいるけど。あ、これ、個数が書いてあるのか。これか！あ、いっぱいあった。いっぱいあった。取れなかった。追いつくの？これ。本当に追いつけんの？これ。追いつきたい。追いつきそう？アイテムは？あ、いた。どこ？あい、あいつか。あいつに。うわぁ、眩しい。眩しい。何の話？負けたの？結局。これ、勝てるか？目がやべえな。へへへ。ああ、はい。なんだこの。あ、え。はぁ、あ。え、これ、ボス戦しかいない面なのか。あ、今のやつか。何投げてきてんの？いけ、いけ。ないわ。あ、勝った？相手は何なんだろうね、これ。相手はね、ミミズじゃないの。ひよった。どうすりゃいいんだよ、このゲームマジで。ああ、もういいや、ごめん、ちょっと長くなりそう。これやり続けたらほんとマジやっちゃうから。じゃあ次、弾が欲しいおじさんのゲームだこれ。どうしても弾が欲しいけど、
もうちょっとで手が届きそうなゲーム。よくわからないゲームだ、俺。それくらいしか。なんか新品で買った割にはわかんない。進化したみたいなキャラはいけませんね。どういうことだ。タイトル画面撮んなきゃね。ああ、お前またかよ。わけわかんないゲームだと思ったら、もうお前かよ。ふぅ。きっと、これでいいのかな？アクションゲーなのかな、これ。また、おう。フレーム数が低いもん。弾が、弾を浮かせ、おお、通り、小鳥倒しちゃった、今。この犬は敵じゃないんだよね、きっと。でも倒せる。なんか雰囲気いいな、やっぱ。雰囲気たまんね。でも弾がどうしても手が届かない。おお、小鳥を潰していく、親父。小鳥じゃねえ。蝶々だ。なんだよ、これ。本当に怖いんだよ、これ。ははは。敵じゃないんだけどね。触ったらやられんのかな。なんかある。ん？ん？プーン。プーン。二人になった。顔が二つに。そして何かが起こる。何？なんか、いや、橋落とされた。何すんの？どうすりゃいいの？下かな？ああ！下じゃねえ。このゲームやんなきゃダメだな、もうちょっと。面白そうだから。もう俺、正直言って俺、ここでもう十分ね、満足しちゃったんだよね、買った時に。これやべえって。やべえけど、今の俺ではまだ早いと思ってやってなかった。なんかちょっとブラックジャックみたいな髪型。犬、別の犬じゃん、これ。この弾を取ると、ピーンって言われて、で、橋を落とされて、嫌がらせすんな、つって。えい！危な！これほら、この上半身、この、モータルコンバットにこんな人いたよね。弾浮いて見えるでしょつって。曲がなんか聞いた。お前また足音すっかい。コントみたいじゃん、シュールな。イギリスの。すごい。この上半身だけ見えてる感じすげえたまんねえよ、これ。雰囲気重視だよ、ほんと。この雰囲気なかなか出ねえぜ。この弾、おい。足落とさないで。すねめっちゃ打ったけどね。なかなか進まねえな、このゲーム。ああ、弾打てた。普通に弾打てたじゃんか。犬はダメやっちゃ。ちょっと痩せた犬だし。ブーン。ブーン。わかんねえわ。一つもわかんねえわ。波動拳。あれあれ逃げられた。ギリギリジャンプで。で、これ上に敵いるから。弾見せびらかした瞬間に死ぬから。おう。波動拳。消えると。いや、この先の記憶はないんだけど、このゲーム。おお！ええー！敵だったのか。いやー、いて！あ、いや、強い。この弾が強いんだ、きっと。浮いて見えるやつ。動きいいなぁ。お前敵でしょ、どうすんの？はい。あ、やべえ、上の顔がどんどんおかしくなってる。死ぬ。ターミネーターみたいになってきちゃった、ちょっと。2発でいいんだね。あー、弾強い。弾浮いてるだけです。弾ちょっと、まあ、天草降臨じゃねえ、天草。サムライスピリッツの天草みたいなもんだ。いや、むずいわ、これ。日本語じゃないの？この人は敵じゃないんだな。ミスターマリック。うわー、いる。うわ、おお、いっぱいいる。硬い。日本語で OK。 日本語、うわー、この人たち死なない。強いのかな、これ。弾がなかなか飛ばねえんだよ、これ。押してから2秒ぐらい経つと。もう嫌だな。来ないで。やばいわ。
ここのこの玉越えてるシーンだけで俺もうすげえ腹抱えて笑ったからもうそれで満足しちゃった。ここ覚えてねえもん。放送するたびにあそこだけやって笑って終わりなの。ここまでやったの初めて。スネを打っていく。そうこの動きってわけで、ああ。上の顔がやばい。上の顔やばいよ本当。ああ死ぬ。あ死ぬ。ほとんどもうなんか肉片みたいな肉がくっついたドクロみたいになっちゃったじゃんこれ。影の伝説みたいだなこれ。階段登るシーン。どうせお前敵なんですよ。ああ違う、ああ違う、お前ちょっと違うじゃん。来いや。ヒュン。ヒュン。レーザー弱いね。ちょっと薬飲めんのかな。薬だ。あ回復した。でこれもう一回使うと。あ回復全開だ。そしてピラミッドパワー。もうちょっと。こいつら。弾が出んの遅いんだ。ああダメだこれ。弾。唯一の武器が出んの遅いって。波動拳は早いけど、うん、なんかあるね。取ったプーン。カミーマ落ちむしゃ。主人公はサイボーグか何か。なんなんだろうね。落ちむしゃ。わらわら。ドゥーン。戻ったわら。よし。肉が戻ったよ。まだ生きてるなあれ。生きてはないけど死んでるけどすでに。まだ動く。落ちた。スネブ。おお。いやー、なんだろう。この日本の国産芸では味わえない魅力はやっぱりあるよね。確かに。一発目で、なんか左上の頭ごっそりいかれてるからさ。プーン。弾が強えな、これ。また髪の話している。そうだよ。あ、ダメだ、これ。なんかアイテムあるから欲しい。ダメだ、これ。あとでも、残り少しくと5本ぐらいだから。このゲームやってりゃいいよ。いいゲームあったらどうしよう。プーン。この後何あの嫌がらせしてきたおっさんいなくなっちゃった。上の敵に弾を送りたいけど。穴だった。肉そげてるからな。おい。ああ、上行けない。上行くときは上押しながらか。逃げねえんかい。上に行きたいんです。そうです。影の伝説みたいな。来る？いろいろとイライラする。遠くからかじっていくスタンプ。もう倒さなくていいや。走りっぷりが非常にいい。何これ？あいた。いい。おお、マイクたとまさかのバトル。これだ無理。あいったいったいった。無理だよ俺こんな弾を捨てるのに。でも弾はなんか発生保証がついてるわ。一回始めたら出る。さすがの発生保証。ガルフォードみたいな。いてパピーが飛んでいくかのように。発生保証は、つか、回復しよう。いてぇ、お手玉してる場合じゃない。これがいいかな？あ、ダメ。あ、勝った！このリングはどうやったらどうするの？取れねえ。ああ万歳。何して今度、弾と今度はリングが浮き始めたよ。はぁ、ちゃあちゃあ、弾置いていくな、お前。それがなかったら生きていけねえぞ。弾は、あぁ、すげえ、よくできてんの。映像きれい。もうわけわかんねえ。うん。スターゲートか。わ、かっこいい。手抜きはないけど、わからないんだって。読めねえ、だって。手抜きはないよ。わかる、それは。それはわかるが。読み方がわかんない。You are the home, the home. C じゃないな、たまに。グロックル。わかんないな。専門用語多すぎだよ。とりあえず、つけとく。なんじゃ。これ、弾がどう？あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。おい。あ、食われんのかな？食われてみようか。あ、帰ってきた。弾浮かして。弾が浮かしてる。ああ、もう来なくなっちゃった。なんだ、いろんな死に方できると思ったら。そういうんじゃなかった。ブシュン。なんだよ、結局やられるんじゃん。弾は何もしてくんないよ。プーン。ほんとだよ。ねえ。ああ。えい。なんか、雲来た。あ、ね、なんか転がった。転がりが発見した。
斜め押すと転がれるわ。いつ使うんだろうこれ。いやもう転がれます。止まるときだけか。いけ、次来ていいけどさ、ウルフチャイルドみたいな感じで、あのメガ CD のクソゲームのあのウルフチャイルドみたい、チャイルドみたいな中毒性は。リング増えてるね。リングどうすんだこれ。そうだね、ちょっと。やべえ、ジェミニー誘導が。なになに、なんか大きい、なんか玉と三角はあんま仲良くはない。なんだよこのゲームマジで。いい、バリアじゃねえ。シオナイトとは違う。デトフリにゲネシスのマキシマムカーネージさしたら日本版として認識されたみたいな話あるし、マジで中身そのままなんだろ。いやだってあれ開発日本だし、日本で開発してるしね。日本で出る予定あったのかな。トータルカルネージの話じゃね。マキシマムカルネージじゃなくて、マキシマムカルネージの話なのかな。マキシマムカルネージってなんだろう。やべえ、なんかすげえゆらゆらした人が来たけど、何これ、かっこいい、すげえ。あれが邪魔してきてたやつか。うわ、なんでここで出んだよ LJN。 おかっこいいぞ。ねえ、なんでやっぱこの妖芸の魅力ってやっぱあるよな。宣伝、ね、宣伝だったの。あ、これなんだったんだろう今の人な。映画かなんかあんのかなこれ。映画原作芸なのかな。じゃあちょっと次ちょっと気楽にできるやつやりたいわ。サンテナベルスクだっけ。疲れたー、なんか今のゲーム。そしてもう12時半だし。ディーン、なんでこんな硬そうな。バナナとヨーグルト食いて、突然のチャキンチャキンチャキン。このリバーブすごいね。グレートバトルはもうなんかどんどん変わっていくよね。ちょっと簡単にしていい？これあった、なんか手、いいや。あ、マリさんいらっしゃい。バーサスとかだね。気軽にできるボリュームのゲームって案外少ない。あー、いや、うん、むずいとこだね。なんかすげえ、やったーまあみたいだな。ごめん、飛ばしちゃった。時間もねえしな。やっぱそうそう、ベルスクだ。うわ、なんかビックリマンにいそうな敵だな。飛ばせねえ。いきなりラスボスみたいな、フランケンなんだ。やべやべ、手応え悪い。やったーんこ。あー、これダッシュやっちゃったなー。ダッシュってさ、前押しながらもう一回前押すとダッシュになるゲームあんじゃん。そのパターンだ。前じゃなくて前入れ前みたいな。やかましいな。まあ楽っちゃ楽だけど、一個金が取れなくなるってどういうことこれ。てめえ、ゼルダっぽい。ブチ穴が開いてあるね。そう、ビックリマンっぽいよね、敵が。はい。わこ、あー、夏いわ、今の今まで忘れてた。マジで。後ろの王様完全にビックリマン。嘘。パサード長いよ、下手に。こんなに長くなくてよね。猫。あ、ザク。あ、いて。そうな。ああ、もう、ああ、もう。バンプレストコインが来てる。お、ショッカー？戦闘員。回転技術や。安らかな顔してない、一瞬。来ちゃうからな。燃えた。誰なんだろうね、あれね。ゴーって言ってるやつ。ビックリマンっぽい。ダメだ。ちゃんとしよう。近い近い近い。投げ技だ。パスワード、ダニエルって埋め尽くした最強状態で最終面だったって。マジで？最強じゃ 3L。3L、3L、3L ってこと？スーハミ、これね、効果音がもうちょっと良ければもうちょっといいんだけどね。
じゃあやってみるじゃん。爆弾しるべ物語。本当だな。サネルってもしかして。何どういうこと？これ三作目？うん。ってことはめちゃくちゃメジャーなゲームなのか。スーファミの時に一番人気あったシリーズだね。プレステとかにもあったけど、なんかもう全然やる気がないんだかわかんないけど、パスワードってこれか。え？あ、長えよ。長、3と L 近くにある？ん、遠いな。遠いな。埋め尽くすの時間かかりそうだ。なんなの 3L。ああ、遠い、遠い。逆だろ、こっちが近いのか。いや、一個くらいしか変わらん。3Lの M キューボ。なんだろうね。もしこれが嘘だったら面白いけど、逆に。そんな嘘よく思いつくな、みたいな。で、3Lと。3Lが敵だから？ザンエル、へぇ。3リビング。え?2LDK みたいなこと？ほんとだ。見た目変わった？これ、剣が変わった？お金もあんだろうね。なんか上見てんな。剣が重いのか？こいつの名前。またお前か。なんか来た、おいへぇ、びっくりマンとはまた違うの来たな。もう時間ないよ。そういうパターンだ。産み落としたやつすらも制御できなかった。これ待ってたら来んじゃねえの。ああ、ダメだ。なんかない。なんかないのか。あるある。他に武器はないのか。またダークブレインか。なるほどね。はい、ありがとうございました。次。こっちかな？あ、こっちだ。ギア？あ、こっちだ。接点復活剤が。まあな。面白いベレスクだったらいいけど、別に。面白くないベレスクだから。子供の時やったら面白いんだろうな、なんでも。どんなクソゲーでも。わら、ストロベにまでやってくるダークブレインは社畜の鏡。へぇー、東芝。あ、ほんとだ。東芝 EMI だ。タイトーなんでこれ出さなかったんだろうね。飛ばすよ。ボギュー、あーなんか、処理が重い。はい。東芝エミ。うん。EMI。あ、なんか入れそうだ。遊び方を学びながら。ボタン押せってマークを。パッドでメカドラゴン操作、ゴールのボスをやっつける。一番上だ。だー。早く動くと早く溜まるのだ。はい。シューティングではないかな。なんとも言えねえゲーム。サイバリアンって違う。なんだっけ、あれギャバンだっけ。あれ、弾飛んなきゃいけないの。ゴールのボスだと思う。え、あ、これは違うから違和感だね。言わないであげて。今の小学生ってクロノトリガーをどんな評価するんだろうな。だって妖怪ウォッチとかやったことある？それまずそれをやってからやってごらん。子供に昔のゲームやらせなくて、自分が今のゲームをやってごらん。すげえことがわかるから。あー、なんかハマっちゃったよ。なんだ、なんか処理が重い、処理が重い。あ、火が復活。あ、死んだ。どうか。タイトっぽいな、でもなんかすごい。そうだろ、やったことないでしょ。やってごらん。なんか意外と容易に想像がつくから。意外とそういう人はやってないんです。最初のゲーム、ポケモンは喋らない。ああ、あのね、そもそもゲーセンにこのゲームがほぼなかった。俺はもういいかな。今の子供がどういうゲームをやって育っているのかというか。でもやっぱりな、俺はゲームってそうね、トラックボール操作。そうそうそう、
決まりは通さないみたいな言い方で、決まりは通さないって。何はーい。いやさ、妖怪みたいなもんだ。なんだ、ちょい。今は恵まれすぎかな。そうだね。今のね、今の最新の子供たちが喜んでやってるゲームをやればわかるよ、本当に。すげえなーって感じだよ、なんか。俺たちのやってたゲームの5倍ぐらいのゲーム、もっとだな。のものが一つに入ってるっていう感じがあったね。あーって。ゲームの進化ってでもそういうもんなのよ。ゲームの進化っていうのは、複数の要素をいかに、なんか一つのものに混ぜ込むか、入れ込むかみたいな、歴史なのかなって、俺は昔のゲームからやっていく、もうね、40年間くらいゲームやって、40年は言い過ぎだけど、35年くらいゲームやって思ったのはそこだね。あたりのあの、超クソゲームみたいなのから、もう最新のもの、プレス4とかまでやってきて思ったけど、まあそうだね。いろんな、昔だったらこれ一本で成立するだろうみたいなさ、このミニゲームだけで5000円だよみたいな、いうものがいっぱい詰まってんだ、今はね。昔は画面の真ん中に来たやつを打つだけでゲームだったの、普通に。とか、それでもよかった。ありえ、それでも普通に、普通だった。5000円でもね。文句言うやついなかったけど。確かにファミコン時代の難易度がクソゲー扱いになるのはしょうがないとも思う。あのね、ゲームって意外とね、どんどん親切になっていったりとかしてるわけですよ。親切、簡単になってるんじゃない、親切になってる。次はここに向かいなさいみたいなのがさ、別に何もあの矢印とかの地図上にマークがついたりとかね、いうのでどん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 さ、こうやって誰がやってもわかる、誰がやっても多くの人が同じ楽しさを体験できるようになっているっていうのがある。スマホのゲームがまあ人気があるのは、みんなそれ、ゲームにそんなに命かけてないからなんだよね。ただただ自分の、ね、自分の時間の空いてる隙間とかを、にちょっとできれば、暇つぶしになんか、まとめサイトとか読むのもいいけど、まあちょっとゲームみんなもやってるしちょっとっていうさ。基本的にはほとんどの人がそういう人だもんね。あ、やべ、タイトル画面撮ってねえや。アイテムとか説明、必ず説明ついてる。アイテムの説明なんてよ、昔は説明書にすら書いてなかったりするから、それはなかなか周りだけど、説明書見てもわかんなかったり、ゲームの中ではわかんなかったりするのはザラだったもんね。もう、だから甘やかされてるって意味じゃなくて、どんどん親切になってる。それはいいことであると思うんだけどね。操作性の悪さが高難易度になってたのに。うん。移動とかジャンプ中に変に滑るとか、いやいや、でもそれを乗りこなすことによって得られる楽しさとか、ミニファミコンな、ファミコンミニはゼビウスとかだから、アドバンスのな、ディスクシステムのゲームとか、あのゲームは親切になっていくことに関しては別にその難易度がぬるくなったりとかそういう意味ではないから、ただやっぱり地図の光ってるところを向かって歩いていくだけのゲームってのはどうかなと思うけど、自分でなんか切り開いていくとか探していくとか、なんかこう、そういう楽しさも分かってほしいよね。案外親切なゲームにはそこがなかったりするのもあるから、難しいところではあるね。ここ行けばいいゲームとなるほどって気づくゲームの違いかな。ポータルってゲームがあるんだけど、あれをやると分かるけど、非常にいいんだよね。非常にいい難易度設定というか、レベル調整というか、レベルデザインというか、あの全部は言わない。ちょっとなんかね、ちょっとなんて言うんだろうな、年上のお姉さんが、促してくれる感じなのね。答えは言わないの。答え言わないのに、自分で気づかせてくれてるかのように、ヒントが散りばめられてるんだよね。自分で見つけ出したかのように。だからなんかちょっといい感じの程よい親切なんだよね。ポータルをねやってみたらわかるよ。ああなるほどって、自分でやったかのようにうまく気持ちよくさせてくれるんだよね。なんか程よい、なんかほんとおせっかいっていうほどまではヒントはくれないんだよね。そうだから北がどっちかわかる。昔ね、盲導犬 RPG って言ってバカにされたけどさ、まあ、でもそこまで親切にしなかったら遊ばない人がいるっていう時代もかなり今あるから、次枠は雑枠です。とりあえずこの引き出しは終わりました。そう。ああいう、ああ。